た多数のドールズに対し防衛作戦を開始します。アークス各員は任務への参加をお願いします。じゃあ、こっちのデータの複合を優先してくれ。わかりました。手分けして当たります。いや、君たちか。どうしたんだい？クロフォード、マノンが。二人とも、これを見てほしい。ハルファの上空に浮かんでいる巨大な構造物。僕たちは浮島と呼んでいるが。何の話？ルシエルというのが正式な名前らしい。このデータは先ほどマノン君から送られてきたものだ。断言はできないが、少なくとも送信元のアドレスはマノン君のものだ。ちょっと待って、マノンとそのルシエルに何の関係があるの？端的に言うと、マノン君はこの世界の秘密を知るものだ。え？データはまだ解析を始めたばかりだけど、最初の部分だけでも僕たちが知り得ない多くの情報が含まれていた。ライサスのレポートをはるかに超える情報量だ。なぜマノン君がこんなものを持っていたのかはわからない。なぜ今送ってきたのかも。私、何が何だか。状況的にそこに向かった可能性が高いね。だけどそれを確かめようにも、僕たちにはあの場所に行く術がない。対策を練るにしてもかなりの時間がかかるだろう。突然のことでさすがに僕も少し混乱しているようだ。マノンがずっと何か悩んでいるのは分かっていたけど、こんなことになるなんて。そうだね。僕ももっと彼女のことをよく見ていたら。まずはデータの解析を急ぐよ。彼女が特別な装置を使わずにルシエルに行ったのなら。緊急警報、ドールズの反応多数。なんだって？場所は？リテムリージョン、リテムシティの資金です。クロフォード聞こえるか？リテムシティの近くにドールズの大軍だ。ああ、こちらでも捕捉している。援護が必要そうかい？無用だ。と言いたいところだが、レヌスリテムの総攻撃の時よりも数が多い。わかった。すぐに援軍を向かわせる。ありがたい。それと、なんだい？ドールズの中心に星渡りのポットが落ちたようだ。救出を優先する。傭兵は臨機応変に行う。わかった。そちらと呼吸を合わせられるものを向かわせる。すまない。星渡りのポット、もしかしてマノンと何か関係あるかも。待ちたまえ。君たちはここに残るんだ。待ってなんかいられないよ。違っててもいい。少しでも前に進みたいの。わかった。だがくれぐれも無茶はしないでくれ。了解。
じゃあ行こう。あっちだね。二人とも待て。ブルード？私も同行する。ありがとう、心強いよ。まだまだ。ええ、キリがない。
私たちは。マノンが？どういうことだ？クロフォードはあそこに行ったんじゃないかって。あの浮島、ルシエルに。だから私たちはあそこに行く方法を見つけないといけないの。すまない、
話が見えない。詳しくはクロフォードからも聞くとしよう。まずはあの少女を移送せねば。我々の医療施設よりもセントラルシティのメディカルセンターに送った方がよかろう。ブルーダ、頼めるか。了解した。マノンの身に何が起きたのかは分からんが、これまでずっと立ち止まったままだった私が再び歩み出せたのはお前たちのおかげだ。そしてそのきっかけを与えてくれたのはあのマノンに他ならない。彼女は私の恩人だ。私の心は常にお前たちと共にある。困難に直面しているのであれば、我々リテムアクスはいつでも力を貸そう。うん、ありがとう、ナーデレフ。搬送の準備ができた。セントラルに戻るぞ。わかった。こちらも今は突然の襲撃に混乱しているが、すぐに立て直し、そちらの状況を確認させてもらう。戦いがあるならば手勢を送る。ありがとう。すごく心強いよ。メディカルセンターで治療中。マノンのことについてはクロフォードたちが調査中。じれったいけど今は待つしかなさそうだね。マノンはあそこに帰ったのかな。マノンは私たちの敵？そうだよね。もしもマノンが本当にあそこにいるんだとしたら、きっと私たちのために、ハルファの人たちのために行ったんだと思う。誰よりも私たちがマノンのことを信じてあげなくちゃだよね。聞こえますか？どうしたの、ラン？目を覚ましました。本当に？よかった。でもちょっと困ったことになっていまして、こちらに来てもらえますか？わかった、すぐに行くよ。急ごう。あったの？お前らがドールズを作った。今そう言ったな。ということはお前らが大勢の仲間を、家族を殺してきたということだな。お、俺たちが生まれる遥か昔からお前たちはその実験を続けてきた。うん。どうなんだ？グレン、落ち着け。まずは彼女の話を最後まで聞こう。すまない。バリア君、続けてくれ。私たちがドールズを作り、このハルファへと投下しました。何のために？来たるべき日に備えて、より強いアークスを作るために。
撃が効かない。この短期間でさらに改良を。これならどう？ゼフェット、見ているんでしょう。ゼフェット、まさか単身乗り込んでくるとは。909はどうしたんだ。909、識別番号 RA9G3T909。あの人が何だというの。909は真のワークスに最も近い存在としてチューンした個体だ。同時に投入した第三世代の中でもな。つまり私があの人と行動を共にするのも全て織り込み済みだったというわけね。でもそんなことはもう関係ないわ。あの人たちにこれ以上迷惑はかけない。実験は私が終わらせる。どういうふうにして。私があなたを倒す。父である私を。お前は父親。あなたが私の。あなたは私たちを作り出しただけ。親子でも何でもないわ。なるほど、お前の意思は分かった。では私は持つとし、お前とその仲間たちがここに来るのだ。仲間たち、何を言って。まさか。では、君はマノン君の危機を察してここに来たというのだね。はい。リサージェント・アークス。それが君たちの組織の名前。はい。君たちがドールズとアークス、星渡りを作り出し、戦わせてきた。信じがたいが、本当のことのようだ。マノン君のデータとも符合する。君たち二人が示し合わせて嘘をついているのでなければ。そしてその開発拠点がこのルシエルにあると。はい。簡単な話だ。それらを全て破壊すればこの戦いは終わる。また君はそういう風に。マノン君のデータによればルシエルはこのハルファの環境もコントロールしている。それを壊したら何が起こるか。ではどうする。ルシエル、リサージェントアークス、私はどう受け止めればいいのかまだわからない。でも確かなのはマノンがあそこにいて今も何かと戦っているってこと。だったら私はそのマノンを助けに行きたい。そのために私は来ました。ルシエルに行く方法を知ってるの？はい。ロストセントラル、あなたたちがそう呼んでいる場所に
転送装置があります。いや、イルマ、話は聞かせてもらったよ。なんだか大変なことになってるみたいだね。その子があの浮島ルシエルから来たっていう？ファリアです。よろしくファリア、僕はイルマだよ。それじゃあ早速そのルシエルに行く方法を教えてもらおうか。わかりました。ダメですね。テレポーターの起動に失敗しました。ロックされているようです。それじゃ僕の出番だね。まさかそのルシエルがこのハルファの制御装置だったので、しかもそこからドールズと星渡りを送り込んで戦わせていた。さすがに僕もすぐには信じられない話だね。うん、私もちょっと話してもいい？はい。あなた最初に会った時のマノンと雰囲気似てるかも。そうですか。そうそう、その感じとか。あなたとマノンのこと、もっと聞かせて。私に話せることであれば。うん、それで大丈夫。あなたとマノンは、どういう関係なの？私はマノンのバックアップです。マノンの活動をモニターし、問題が発生した場合は、支援を行います。マノンのことをずっと見てたってこと？ルシエルから。はい。それで実際に問題が起きて、ルシエルにいても解決できないから、僕らを頼ってこっちに来たってことか。そうです。なるほど。じゃあ次の質問。マノンは、
ハルファで何をしていたの？第三次計画の記録。アークスとダークファルスの戦いを間近で記録するのがマノンの役割です。戦いを記録。いいえ、事前に知らされていた情報は限られます。その計画の主導者じゃなくて、あくまで観測者ってことか。はい。つまりマノンは僕たちのことをただ見ているのが仕事だったんだ。一定の距離を保ちつつ、多くの星渡りの一人として。でも少なくとも僕が知る限り、マノンは僕たちのやることに積極的に関わろうとしていた。何か心境の変化があったってことかな。マノン、ズフェットがいます。ゼフェット？ハルファでの実験の管理者、リサージェントアークスの総督です。そのゼフェットが実験ってのを始めた人なの？記録ではそうなっています。そっか。ゼフェットは私やマノンを作り出した存在、父あるいは母のようなものでもあります。お父さん、お母さん。普通の家族の関係とはちょっと違いそうだね。そのゼフェットがルシエルの全権を握っているのだとしたら、説得するもしくは無力化すればドールズとの戦いが終わるか。実験っていうのはどれくらい前から続いてるの？記録では300年前とされています。300年？じゃあ本当に数えきれないほどのアークスがその実験の犠牲になってきたんだね。マノンがゼフェットと対峙を決意した決定的な理由は何だろう？わかりません。いえ、一つだけ。活動中のモニタリングデータに強い怒りの感情が見られました。それはゼフェットに対して？はい。じゃあマノンは本当に一人で全てを終わらせるつもりなのか？そんなの無茶だよ。ん？起動に成功しました。これがテレポーター？でもこれって近距離用の。見た目はそうですが、出力は100倍以上です。フォトンフィールドが安定しなくても超長距離転送が可能です。へー、
じゃあみんなを呼んでルシエルとヤラに乗り込みますか。聞こえるかい？ああ、クロフォード、ちょうどよかった。ルシエルに向かう準備ができた。いや、ルシエルへの侵入は一旦中止だ。何かあったの？ドールズの総攻撃だ。相当数の効果がハルファ全域で確認された。なんだって？こっちには何の反応も。僕の警戒も避けて侵入してきたっていうの？本当だ、なんてこった。タイバスたちには先に伝えてある。こちらからも可能な限り戦力を送る。だってさ、僕も兄弟のところに急ぐよ。君たちはエアリオに戻るかい？うん、アイナ、私たちはルシエルに行く。みんなは自分たちのリージョンを守って。クロフォード、わかった、君たちに一任する。クロフォード、マノン君のことは放っておけない。体制が整い次第すぐに部隊を送る。その前に危険だと思ったらすぐに戻ってきてくれ。わかった。私も行きます。イルマ、この子のことをお願い。わかった、任せて。ではこれを渡しておきます。これは？ルシエル内部のマップです。私がこちらに来る前、マノンはドールズの製造施設に向かっていました。現在の場所は分かりません。ハルファからルシエルへの通信は遮断されています。分かった、ありがとう。マノンのことを頼みます。うん、任せて。僕たちもこっちの問題が片付いたらすぐに向かうよ。それまで頑張って。